ホルームズ戦役は1552年から1554年にかけて行われたオスマン帝国による一連の作戦。オスマン艦隊はデートクピリレースとセーディアリレースに引き入られてオスマン海軍基地のスエズから出撃してインド洋の北西部からポルトガルの影響力の排除を目指した。特に重要目標となったのはポルトガルの要塞のあったホルームズ島だった。オスマン帝国は オスマンサハビー戦争でペルシアからバスラを奪った。その後、オスマン帝国はペルシア湾のいくつかの重要地点を抑えた。1550年、オスマン帝国はラフサ地方への遠征を行い、カティーフを占領した。1552年から1554年の遠征では、オスマン帝国軍はスウェズの海軍基地から派遣されたガレオン船4隻、ガレセン25隻、 および850人の部隊で構成されていた。オスマイ艦隊は1552年8月、マスカットを占領した。占領後、オスマン軍は出撃したが、1552年9月のホルムズ攻撃は失敗した。その後、オスマン艦隊はバスラに入った。この遠征でイエメン、アデン、アラビアの沿岸を占領して、支配地域を広げ、それは、 インド貿易の助けとなった。だが、ホルムズは健在で、ペルシア案の出口は脅かされていた。ピリーレイースは、艦隊主力をバスラに置き去りにして、ガレー船3隻だけを引いて、スウェズに脱出した。エジプト総督のセミズアリパー社はこれを歓迎せず、敵前逃亡した、指揮官とみなした。また、バスラからは、ホルムズ後為戦の失敗は、 ワイロと引き換えに包囲を説いたものだという情報も入った。スレーマン一世の命令で、PD レイースは処刑され、財産は没収された。1553年に、新たに、バスラの艦隊の長に任命された村とレイースは、インド洋への遠征を指揮したが、ポルトガル艦隊に阻止され成功できなかった。新たな指揮官に選ばれたセディアリレースと彼の、ガレー戦団は、 1554年8月に、バスラからスエズに、帰還の途上、ポルトガル軍による待ち伏せに巻き込まれた。ありがとうございます。